はい、どうも、ウラノスです。今日はですね、ちょっとご報告というか、ついにですね、買ってしまいました。こちらです。RTX4070Ti スーパーをね、新しく購入いたしました。やらかしたと思ってますよ、個人的にも。はい。こちらがですね、1月の25日に発売された新しいグラフィックボードでございまして、まあ、発売したばかりでね、まあ、かなり値段もいい値段してたんですけど、まあ、あえてね、これを選んだ理由、まあ、買った理由っていうところだったりとか、あとはね、今回自分は今 ITX ケースのですね、PC を使っておりますので、そちらへの感想っていうところもね、やっていきたいと思っております。まずですね、こちらの RTX4070Ti スーパーがですね、どういったものなのか、まあもともとね、出ていた 4070Ti とどういう違いがあるのかっていうところを簡単にご説明したいと思います。4070Ti からアーキテクチャがね、変わっておりまして、もともと AD104 だったのが、4080と同じですね、AD103 にですね、変更になっております。なのでグレードね、上がっております。またですね、メモリがですね、12GB から16GB へアップしておりまして、かつですね、メモリのインターフェースも 192bit から 256bit にアップしているといったものになっております。またですね、ストリーミングマルチプロセッサーは60機から66機へアップしておりまして、それなのに消費電力は変わらずにというところでですね、4070Ti で弱点と呼ばれていた部分がですね、まあ完全補強されて、まあアップグレードされたモデルになっております。正直、今このタイミングで買うのであれば、今ですね、安くなってる 4070Ti を購入した方が、本当はね、賢い選択肢だと思います。まあ今だとですね、約12万円ぐらいで購入できるので、まあそれこそ、これと同じタイミングで出ている4070スーパーとですね、ほとんど変わらない値段になってるんですよね。なのに4070スーパーよりですね、4070Ti の方がスペックとしては上ですので、正直ゲームの用途の購入であればですね、4070Ti のスペックで十分すぎますので、全然そちらの方がね、賢い選択肢なんじゃないかなと思っております。じゃあなぜ今回自分がですね、このスーパーにしたのかっていうところなんですけど、自分の用途はゲームプラスクリエイティブ系の作業がありまして、3D モデリングだったりとか動画編集とかね、その辺においてはメモリがね、大きい方が、やっぱりね、快適に作業ができると思った点。あとですね、長く使うかなと思ったので、ちょっと無理してでもね、スペックいいものを買っておいた方が、後々ね、後悔しないかなと思ってですね、まあ、そういった考えもあって今回ですね、ちょっと無理して 4070Ti スーパーを購入させていただきました。はい。でね、今回ですね、いろいろなメーカーさんからグラボ出てるんですけれども、今回はギガバイトさんのイーグルシリーズをね、購入させていただきました。で、理由なんですけどね、簡単に言うと、3連ファンで今使っている IT ケースに入るグラボがもうこれぐらいしかなかったというね、理由になっております。4000シリーズには関わらず、サイズがですね、なんと横261ミリ、26センチ弱ですね。縦もですね、126ミリ。で、高さも50ミリと。なっておりまして、2.5 スロット分のね、厚みで収まってるんですよ。これすごくないですか？ちょっと今使ってるケースがですね、ITX のちっちゃいケースで、横がね、もう多分30センチちょっとぐらいしか入らないっていうね、かなり制限付きのケースを使ってしまってるがゆえにですね、選択肢がかなり限られてるんですけど、まあ、その中でこれ、ちゃんとね、3連ファンが採用されてるっていう点ね、まあ、静音性っていうところでもうしっかりと、されてるのかなと思ってこちらを選んでみました。はい、ということで早速ね、開封していきたいと思います。しかもギガバイトさんのグラブ初めて買うわ。おー、かっけえ。かっけえ。まず付属品から見ていこうか。今回ですね、これが付いてるんですよね。はい。これ何かというと、8ピンをですね、2本つなげて、そして、この16ピンに変換してくれるケーブルでございます。まあ、これがあることによってですね、
もともと 3070Ti 自分使ってるんですけど、8ピンをね、2つ、2本ですね、配線してグラボにつなげていたので、その配線をそのまま使って、グラボにね、設置できるというところでございます。もうあの HiTX をね、配線し直すはマジで大変なので、もともとのケーブルをそのまま使えそうな感じだったんでね、これは本当に助かったかなと思っております。めっちゃかっこいいやん。スロットが 2.5 スロット分の厚みになっておりまして、ディスプレイポートが3つ、 HDMI が1ポートとなっておりますね。ここは剥がさなきゃいけないですね。はい、ではですね、グラボの入れ替え作業をねしていきたいと思います。はい、ということでね、本体持ってきました。今使っているのはね、こちらリアンリーさんから出ている958ってやつだったかな。こちらのですね、ITX ケースでございます。中でね、ちっちゃいケースなんですけれども、こんな感じですね、グラボを縦置きにして設置ができるというケースになっておりまして、かなり気に入っております。グラボ外します。取り外すことができました。いや、これもだいぶでかいんだよな。比べてみると、もう、一目瞭然。イーグルシリーズの方がちっちゃいですね。こんだけ、長さに余裕があります。こんな感じで、8ピンを2本、つなげて、16ピンにですね、まとめてくれる変換ケーブルです。いけるかな?まずはこっちがですね、しかも反対だと、こっち側マジで言ってる、いけんのかなこれ。しっかりと最後まで差し込んだ方がいいと書いてありましたので、これで入ってるかと思います。ギリギリ干渉しないかもしれない。カバーを外して、いやこれ辛いな。ちょっと見栄えは良くないけど、まずはつけること優先だわ。ちゃんと差し込んだら上にスペースできるかもしれない。はい、差し込みできました。あ、スペースできましたわ、よかった。あ、でここめっちゃ隙間空いてる。ここあるのとないのとでだいぶね違うんすよ。設置のしやすさがねまた変わってくるんで、やっぱこの大きさ正義だな。設置できました。ちょっとじゃあネジとかね、締めていきたいと思います。はい、ということでですね、今、設置が完了いたしました。見た目はね、ちょっとね、グレーにはなっているんで、黒統一ではなくなってしまったんですけど、まあ、それでもですね、まあ、そんなパッと見はわかんないかなと思います。はい。で、今までね、ガラス面を下にしてたんですけど、今回ね、より通気性を重視して、下にね、このメッシュのパネルを割り当てたいと思います。こんな感じ、こんな感じ。では、早速ね、電源入れたいと思います。ってことで、スイッチ入れてみます。しっかりと認識はしてくれるだろうか。お、起動はちゃんとできましたね。はい、ということでね、今ドライバーをダウンロードしています。ロゴが光ってる、かっこよ。見えるかな、ちゃんとグラボ認識してくれてますね。ということで、今からですね、こちらの新しいグラボでベンチマークをね取っていきたいと思います。はい、ということで結果出ましたね。いやこれすごいぞ。 FF ベンチで高品質の 2K 画質回してみたんですけれども、スコアがなんと 17,140 となっております。 3070Ti の時がですね 11,700 ぐらいとかだったかな。なので単純に 1.5 倍ぐらいになってるということですね。いやマジすごいな。ゲーム性能はねマジで全然余裕でね
プレイすることができるかなと思っております。じゃあ次はですね、ちょっと動画編集ソフトでね、エンコードの速度みたいなものを見ていきたいと思います。はい、ということでね、今エンコードが終わりました。同じね動画をですね、同じ設定でエンコードしてみたんですけれども、もともとね 3070Ti の方でエンコードした時にかかった時間がですね約6分だったんですよ。なんですけど、今こちらね 4070Ti スーパーでですねエンコードしてみたら約5分となっておりまして、1分で早くなりました。え、これ1分ってでかいよ、これ。え、これすげえな。まあ、もともとね、3070Ti でもかなり早い方だとは思うんですけど、それよりもさらにですね、1分縮めてくれてるというところは、これはね、マジで投資してよかったなと思います。ここ、エンコードだけじゃなくてですね、まあ、作業していく中でね、サクサク動くかどうかっていうところも、結構メモリのね、部分とか結構影響してくると思いますので、もともと 3070Ti がメモリで言うと 8GB だったのがですね、今回 16GB で倍になってますので、まあ、そういったところの恩恵もね、受け入れるんじゃないかなと、個人的には思っております。いや、これマジ良かったな。高かったけど。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回ですね、グラフィックボードのアップデートということで、個人的にはね、ここ買い替えて良かったかなと思っているんですけれども、まあ、正直ですね、自分のように、作業中心かつ ITX のケースでね、自作 PC を組んでる人ってかなり少数派だとは思いますので、まあ、参考にあんまなんないかもしれないんですけど、まあ、何かしらでね、参考になればいいかなと思って動画にしてみました。まあ、こちらのチャンネルですね、こんな感じでデスク周りのガジェットだったりとか、あとは撮影機材のね、話とかをさせていただいているチャンネルでございます。まあ、今後もこんな感じでいろいろと更新できればなと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。またですね、コメントなんかもいただけますとめちゃめちゃモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。